私は島へ行こうと思う。危険かもしれないけど、大変かもしれないけど、島へ行けばナミは全てを取り戻せると思うのよ。夕方まで休んだら、それから踏み石を通って島へ行こう。わかりました。朝が和風でしたので、お昼は中華っぽく、あまりこってり風にはならないようにしてみました。私のところにも来てほしいです。姫先輩は自分でも料理できるじゃないですか。まったく。ナミ、おいしい？辛いです。寿司もサビ抜き、お子様舌のナミーにはちょっと麻婆は早かったかな。お水、お水ください。はい、お水。落ち着いた？わかるけど、そんな食べ方してたら水だけでお腹いっぱいになっちゃうわよ。どうすれば？辛さはご飯の甘みで緩和するのよ。
夕方になったわね。島に行きますか？翔子ちゃんはここに残っていた方がいいかもしれません。そんなわけにはいかないわよ。あなた一人で踏み石を渡れると思う？それは。第一、私が頼まれたのよ。私を島に連れて行ってくれって。行きましょう。足元気をつけて。はい。もう少し動きやすい格好で来ればよかったわね。はい。でも着替えて出ると周りに気づかれるからね。ここは一人じゃ降りられないわね。私が先に降りるからちょっと待ってて。翔子ちゃん。何？鳴ってます。海の音ではない音が。携帯ね。手を離せないこんな時に。離したらどうなりますか？波が落ちる。落ちたらどうなりますか？大変でしょうね。ああ、離さないでください。離さないわよ。あ、音が止まりました。大事なようならまたかけてくるでしょう。よっ。さあ進みましょう。翔子ちゃん、潮が変わりました。翔子ちゃん、今から潮が満ちていきます。半分来たか来てないか怪しいところね。はい。ちょっと急がないとまずいわね。急がないとどうなりますか？沈む。なんとか間に合ったみたいね。はい。
濡れましたけど、間に合っていますか？また下までしか濡れてないから、まだマシなんじゃないかしら。和尚の力作が台無しね。さて、時間は。ああ、しまった。どうしました？充電してくるの忘れちゃったのよ。それを忘れるとどうなりますか？肝心な時に役に立たなくなる。鳴ってます。まあもう少しならね。その踏み石を渡ってて手が離せなかったもので。踏み石ってことは、おさないさん今浦島にいるわけですか？はい、ナミと二人で。ナミちゃんを連れてあんな場所を？ちょっと待って、鈴木さんと相談するから。ああ、かけ直してくれればいいのに。鈴木さんが根方さんに連絡を取ってくれるそうだから、今日はそこにお世話になりなさい。え？いいですけど。おさないさん、踏み石を渡ったってことは、あれ、もしもし？役に立たなくなりました？なった。ああ、葵先生、怒ってるだろうな。どうして怒るんですか？
の姿がなくて助かるわね。禁足地ですから。なるほど。誰かに見つかるとすれば。多分こっちだと思う。気がするんだけど。見つかりそうですか？おかしいわね。あ、この景色、覚えがある。床先の椿じゃない。ここは根方さんの屋敷だ。行くんですか？状況が状況だしね。心配です。なんとかなるわよ。もしもし、ごめんください。ごめんください。どなたかね？
津波。いや、安姫様。ナミのこと知ってるんですか？君は？彼女を保護したものです。ありがとう。お手数をかけたようだ。ここに連れてきたということは、すでに知っているかもしれんが、私はネカタ・ムネツム、彼女の保護者だ。彼女を連れてきてくれたことにはお礼を言わせてもらおう。設定を保存するってさ、別にしてもいいわよね。セーブできたわよ。青い城。